試合が始まりました。画面に向かって右にエンドを取ったイタリア、反対側左にエンドを取ったポルトガル。パルロ・ベーテ、これはコーナーキック。メスキ、おっと足がかかった。ルイコスモ。さて橋川さん、はい、このフリーキックはどうご覧になりますか。誰かに合わせてくるかもしれませんね。ブッフォン、ファーサイド、セクレダリオ、おっとファールを取られました。ネスティ、ペスッと、シュート、コーナーです。さあセットプレー、何をやってくるのか。高さがあるので気をつけなければいけませんね。ヘルマン・コール、フィオール、マイナス方向へのパス、ペスッと、フィオール、マリーナ、さあできた、空中戦、ザンブロッテ。15分経過、おっと足がかかった。ディナス、いえ、ここは集中しなくてはいけませんね。ドリブル、これはなんだ。ヘッドで、ペスッと、フィート、空中戦、ディスカル、フィート、ボールを外へ出す、ルイコス、ヘスッと、スペースを探している。ルイコス、コーナーです。空中戦、ディナス、ビレラ・ピンカ、アニアバー、コーナーキックになります。さあチャンス到来、ペースを埋めます。オフサイドには間に合わなかった。難解のパスに及んでしまったか。ビスカル、
来た。ドリブル。前半残り5分です。ドリブル、いっていって、ドリブル、ここで折り返す。ハイボールを競り合う。おっと、旗が上がった。微妙でしたね。ブッポン、ワンツー、ビレラ・ピンカ、もう一度見てみましょう。ルノボンツは、ルイコスナ、おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は、さあ後半戦が始まります。セクネダリオ、ビリオインサーフ、シュート、果敢にスライディング、マルデーン、スローインです。スローインです。さあここからどう攻める。オフサイドはない。折り返した、シュート、ヘッド。後半10分が経過しました。フィート、ブッホン、ビレラ・ピンカ、アンナバール、ディリオ・インサーキ、空中戦、さあどちらがボールを支配するのか。トッチ、ジャンプ、スローインです。ルイコス、流れを止めた。トッチ、スローインです。フィート、ペスッと、スローインです。フィート、アートスコーを狙った。センタリング、ゴー。さあもう一度見てみましょう。あっ、大谷選手がウォーミングアップを始めたようです。ザンブロット、トッチ、さあどちらがボールを支配するのか。レスティ、
ミスキックです。丁寧なプレーを心がけてほしいですね。選手交代がありました。大きくクリアしました。タッチに逃げます。スローインです。後半30分経過。ルイコスナ。スローイン。これは危険だ。中へ上げた。アルベルテーヌ、ディオール。ドリブルで上がる。折り返す。アルベルテーヌ、マイーラ。コーナーキックです。アルベルテイン、ドッキー。狙いすぎたようです。危ない。中へ放り込む。オルセコスナ。つながればチャンス。アーコストを狙った。アルベルテーヌ。スローインです。ここで折り返す。ディリオ・インサーキ。試合終了です。ポルトガル窮地をしのいで勝利をものにしました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。そうですね、非常に見応えのある試合内容でしたね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。爽やかな風。試合が始まりました。画面に向かって右にエンドを取った。
ポルトガル、反対側、左にエンドを取ったスペイン、ビレラ・ピンタ、フィート、どちらのボールになるのか。オルセコスナ、キラーパスになるのか。一進一退、これは危ない、高い位置から、ここはキーパーがキャッチ。さあどちらがボールを支配するのか。合わせた、ヘッドでパスを送るエケメリア。さあここからどう攻める。ニアに合わせた、ヘッドでつないで、ラムー、キーパーこぼした、シュート、ワルテオン、ラムール、空中戦、ラムール、カット、パルロ・ベート、ドリブル、シュート、コーナーキックです。押し込んだ、ボールマウスに嫌われた、ディスカル、ディナス、フィート、これはコーナーキック。さあチャンス到来、ジャンプ、オルセコスナ、突如としてトップスピードに乗ります。ここでスライディング、ドリブル、ニアポスト、ヘッド、狙いすぎたようです。フナン、
スローインです。アラムサハ、オフサイドの網がかからない。中へ上げた、ヘッドパス抜かれた、折り返す。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点、さあ後半戦が始まります。まるでボールを持った仮面舞踏会。これはファールです。シャヒン、これはイエローカード。イメロ、ラムール、フナン、よくしのいだ。ヘッド、ウルハイス、ディフェンダーも必死です。ワンツー、危ない。中へ放り込む、ふわっと上げる、ヘッドでつないで、出た、入れはピンク、キーパーファンブル、コーナーキックになります。横にそれてしまった。さあチャンス到来、チャンスボールになるか。シャフィン、スローイン、ここからどう攻める。エケメリア、コーナーキックになります。小さく助走を取ります。誰かに合わせてくるかもしれません。ヘッドで合わせた、あーこれはもったいない。少し力が入ってましたね。ポルトガル、なかなかゴールを割れません。オルセコス、フナン、ディナス、ビレラ、ピンク、攻めきれない。これはオフサイド、ディフェンスラインの統率が取れてますね。ハリサレス、アラムサハル、ウルハイス、セリア、ここで折り返す、ヘッドでつないで、エケメリア、スローインです。ウルハイス、セルミ、これはピンチ、これはゴールキック。
競り合う。後半35分をすでに過ぎました。走り込んできた。布ゴンツア、フィーカ、イレラフィンカ、飛び出しが早かったか。いや、タイミングはいいですよ。イメロ、ヘッドでパスを送る。合わせた。クロス、これは危ない。ディスカル、スローインです。スローインです。ウルハイス、ラミール、両者無得点のまま試合終了です。ポルトガル終わってみれば無得点、引き分けです。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。そうですね、ゴールを見ることができなかったのは非常に残念ですが、ここは守備陣を褒めるべきでしょう。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。スタジオ、両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのがフランス、反対に右から左へ攻めるのがポルトガル。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル、シュート。5分過ぎました。いいパスが出た。スペースを使う、センタリング、主審ファールを取りました。ルナン、アメリカ、抜かれた。
中へ上げた。オルセコスにジダン、ヘッドでスペースを埋めます。シュート、フィート、シュッ、ゴール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 アンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。この選手はアメリカ、シャヒネ、フィート、フェルマンコール主審ファールを取りました。オルセコス、ルイコスマ、フィー、中へ放り込む。25分経過。前が空いた。合わせた。ジョムカエフ、ドリブル、オルセコスミ、まるでボールを持った仮面舞踏会、リロードのようなボールタッチ、アポストを狙ったジャンプ、ルイコスミ、必要なマークをもっとスクイーズにするべきですね。リザマス、さあここからどう攻める。ニアポスト、ヘッドでパスを送る。ここはいいディフェンス。ジョムカエフ、ビレラピンカ、フィート、リザマス、ナイスファイト、リザマス、中へ上げる。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。後半開始の笛です。
ジョムカエフ、オルセコスミ、デサン、ジョムカエフ、さあもう一度見てみましょう。ジョムカエフ、リザマス、ファーサイドに上げた、ワン・ツー、果敢にスライディング、ディナス、布、ゴンツア、いいパスが出た、主審笛を吹いた、ビスカル、プレイ、ルナン、スペースを埋めないと、中に絞ってきた、ジダム、ルナン、フィート、キーパーに当たった、一進一退、リレラ・ピンカ、センタリング、ゴール、ゴール、シュートポルトガル、見事なゴールで同点に追いつきました。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。ディナス、この選手は動き出しが非常に、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。カットできるのか、オルセコスミ、
アスリ中へ上げた。ヘッドでフリーにさせてはいけない。折り返す。これはゴールキック。狙いすぎたようです。イレラ・ピンカ。中へ放り込む。スローインです。ルイ・コスナ。マーコストを狙った。試合終了の配信です。引き分け。ポルトガル、手に汗握る熱戦でしたが引き分けに終わりました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。実にいい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。